皆さんこんにちは張健衣ですよろしくお願いします今回は日本語の並列説を一緒に学びましょうまず並列説の定義ですが主節に対して対等に並ぶ関係で結びつく説を並列説と呼びます母親は近所の家に出かけ子どもたちは遊びに行ったという文は 母親は近所の家に出かけが、主節の子どもたちは遊びに行った、に並列的に結びつく表現、すなわち並列表現です。並列表現には、複数の節からなるもののほかに、複数の名詞からなるものがあります。次に、並列の種類ですが、並列には、順接的に並列と逆節的並列があります。 純接的並列とは並列説が主説と対立することなく単純に並ぶ関係にあるものを言います。例えば、鈴木さんは京都で生まれ神戸で育った。太郎は音楽が好きで花子は映画が好きだ。逆説的並列とは 並列節と主節が互いに対立する関係にあるものを言います逆説的並列を表す代表的な形式は接続助詞のがです例えば太郎は休んだが花子は休まなかったただし接続助詞がは純説的並列にも使われます例えば先日お電話した田中ですが 花子さんはいらっしゃいますかがにはさらに主節を明示しないことにより表現を和らげる用法があります例えば先日お電話した田中ですが順接的並列には早期の並列例字の並列類科の並列がありますこれらはいずれも名詞の並列にも見られるものです このうち早期の並列とは該当するものの全てを並べる表現で接続の形式には主ととして述語の連用形と手形があります例えば800字程度の用紙にまとめ住所氏名を明記し事務局に申し込んでください。太郎が文明を考えて花子が斉唱して次郎がそれを先方に渡した。 早期の並列の表現では並列説において術語が省略される場合があります。例えば太郎は小説が花子は死が好きだ。例字の並列とは該当するものの一部を例として並べる表現で接続形式の代表は術語のたり形です。例えば暇な時は音楽を聴いたり映画を見たりします。 原則として主節の述語もタリケで表現されることに注意したいですもっともタリケには複数の事態が交互に繰り返し起こることを表す使い方もあります例えば終日雨が降ったり止んだりした類化の並列とは X だけでなく さらに Y も該当するというように数え上げていく並列表現で接続形式の代表は接続助詞 C です。例えばタロは芸術の才能もあるしスポーツも得意だ。もちろん接続助詞 C には並列表現全体を主節に対して従属的に結びつける使い方もあります。例えば締め切りは迫っているし 体調は悪いし、一体どうしたらいいのだろう。次に、連用形並列と手形並列との違いを見てみましょう。早期の並列は、述語の連用形と手形で表現されます。連用形による並列、つまり連用形並列と手形による並列、つまり手形並列には、次のような違いがあると思われています。1. 連用形並列と手形並列を文体の面で比較すると前者の方がより文豪的で後者の方がより交互的です並列の文法的性格について比較すると連用形並列の方がより典型的な並列表現であると考えられます例えば動的自体の並列表現においては手形並列の方が

8と9の場合より時間的前後関係つまり景気関係の意味が出やすいですさらに手形は並列の関係を表現する使い方に加えて術語を修飾する使い方すなわち副詞説を作る使い方も持ちます副施設として働く場合具体的には原因手段付帯状況 などを表します例えば太郎は風邪をひいて学校を休んだこの場合の手は原因を表します鈴木さんは棒切れを使って塔をこじ開けた手段を表します花子は手をたたいて喜んだ負耐状況を表します最後に否定の手形による並列の表現を学びましょう。 指定の手形にはなくてとなないでがありますなくては術語のすべての種類動詞形容詞判定詞について用いられないでは動詞にのみ用いられます。この点から見ればないでは動詞の性格が強いと言えるでしょう。例えば太郎は来なくて次郎は来た。 普通の人が欲しがるものは欲しくなくて欲しがらないものが欲しい。来たのは太郎ではなくて次郎だった。太郎が来ないで次郎が来た。また動詞の否定の手形には他に「普通に」の形があります。例えば「太郎が来ずに次郎が来た」。 動詞については否定の手形としてなくてとないての両方が用いられるのでその使い分けが問題となりますね。なくては15の例のように並列表現として用いられる場合や19から21の例のように主節の事態に対する原因を表す場合があります。そしてこのような使い方は形容詞判定詞の場合と 同様です例えば思い通りに行かなくて関係者はハラハラしたお金が一方「ないで」には主として2つの使い方がありますが一つは予想期待される事態が起こらないで代わりに別の事態が起こるという意味を表す使い方です。 例えば、太郎は学校に行かないで家で遊んでいる。雪が降らないで雨が降った。もう一つは動作の負担状況を表す使い方です。この場合も予想、期待に反してという意味を伴います。例えば、太郎は予習しないで授業に出た。高津さんは 中内でトラックを一周することができた。これらの使い方は、動詞に特有の使い方です。以上は日本語の並列説でした。